中田伝の包みりから1941年4月20日は、明治から昭和前期の地主、実業家、政治家、貴族院多額の税者議員。旧名、林太郎、名、高都市。伊予国温泉郡松山府中町で、祖宝家、中田伝の高忠氏の長男として生まれる。慶応義塾を卒業した。父の設立した、高産会社に勤務。 1902年松山鉱山銀行の役員、松山貯蓄銀行の役員に就任。1909年10月、父の死去に伴い家督を相続して、津田井を襲名し、中田銀行頭取、松山貯蓄銀行頭取となる。1916年愛媛県農工銀行頭取を兼務し、1923年松山商業会議所、初代会頭に就任した。 その他、EO 鉄道電気取締役、松山防石取締役、貯蓄銀行協会理事などを務めた。1932年貴族員多額納税者議員に無投票で当選し、同年9月29日から1939年9月28日まで在任した。在任中は研究会に所属した。また、松山時計会理事長となり、 孤児の救済などの社会事業にも尽力した。ありがとうございます。